ねえマリサ、こないだ自動車情報誌を見ていたら、GTR のエンジンは日産最強というだけでなく、国内最強だってあったんだけど、それって本当なの？GTR に搭載されている VR38DETT は間違いなく日産の、そして国内最強のエンジンだぜ。なんせ 600PS ものパワーを発生させるんだからな。その雑誌には他にも、GTR のエンジンは匠と呼ばれる少人数の職人によって手作業で作られているとも書いてあったけど、これはデビュー当時から現在までずっと続いていることなの。ああ、エンジン以外にもトランスミッションの組み立てやボディ溶接など、通常は機械が担当するほとんどの部分を手作業で行っているんだぜ。重要な部分の多くがハンドメイドってことか。一台の車を完成させるのにめちゃくちゃ時間がかかりそうね。でもそれだけ品質にこだわっているってことか。なあ霊夢、GTR に興味を持っているようだから、普段あまり知られることのない GTR のヤバさについて知りたくないか。待ってました。エンジンはもちろん、その他のこだわりについてもじっくり聞いて、GTR が国内最強の車だということを心に留めたいと思うわ。おう。それじゃあ今回は GTR に日産がどれだけこだわっているのかをたっぷりと解説してくぜ。よろしくお願いします。まずは GTR の概要と歴史についておさらいするぜ。GTR は、いつでも、どこでも、誰でもパフォーマンスを体感できるマルチパフォーマンススーパーカーをコンセプトに掲げ、2007年に登場したのが始まりだ。R34 が生産終了になると発表があった時は愕然としたけど、R35 が数年後に登場した時はめちゃくちゃ興奮したのを思い出すわ。ちなみに R35 は通称であり、R34 の後継車種と思われがちだけど、開発や設計はスカイラインとは無縁だから、GTR という独立した固有の車種であることを知っておいてくれ。どうして R34 の後続車にしなかったのかな？ GTR を日産のシンボルにするため、そしてポルシェ911のようなプレミアムスポーツカーを日産ブランドから登場させ、世界で戦うためだ。R34 でもチューニングすれば世界で十分戦えるだけの戦力があると思うけど、それじゃあダメだったのね。ああ。開発責任者の水野氏は既存の FM プラットフォームではなく、PM プレミアムミッドシッププラットフォームという新しいパッケージを採用することで、GTR の戦闘力を大幅に強化できると考えていたからな。マニアックな解説が始まりそうだから、プラットフォームについては後で聞くとして、GTR のコンセプトモデルって市販化よりかなり前の段階でお披露目されたんじゃなかった。2000年に先行開発が行われ、2001年の東京モーターショーで GTR コンセプトが登場したんだ。この時点でコンセプトカーの完成度はかなり高かったの。ドイツのニュルブルクリンクを拠点に開発が進められたほか、世界各地でも実装テストが行われていたから、市販化へ向けて徐々に煮詰めていった感じだろうな。その後市販化までは順調だったのかな。2003年の東京モーターショーで市販モデルは2007年の秋に登場することが発表され、2005年のモーターショーではプロトタイプが公開されたんだ。そして当初の発表通り、2007年に市販化となったのね。確か市販化された後も毎年のように新型モデルを登場させたんだよね。ああ、いい機会だから歴代モデルの特徴や変更点を整理しながら紹介していくぜ。助かるわ。タイトルは、GTR の奇跡、って感じかしら。いいな。まずは2007年12月のデビューモデルとなった2007年モデルからだ。エンジンは 3.8 リットルの V6 ツインターボで 480PS 60.0kgm を発生させ、価格は777万円からだったな。そうそう。高スペックなのに800万円以下で買える、コスパの高いモデルだったよね。さてここからどんな風に進化していくのかが楽しみだわ。2008年7月に登場した2008年モデルは、北米導入に合わせたアップデートが実施され、2008年12月には欧州導入に合わせたアップデートが実施された2009年モデルが登場したんだ。2009年モデルで大きな改良はなかったの。エンジン本体や電子制御の精度向上により馬力が 5PS 向上して 485PS になり、燃費もプラス 0.1km の 8.3km パーリットルと向上したんだ。この他に燃料タンク容量の拡大やフロントナンバープレート枠が廃止され、全長がマイナス 5mm 短縮され 4650mm になったんだぜ。登場してからわずか1年で、走行性能に影響する改良が行われたのね。その後2009年1月には走りに特化した、スペック V が登場したんだ。参考までにベースモデルとの違いは2シーター化されたことに加え、カーボンブレーキや専用単造アルミ等を採用しマイナス 60kg の軽量化を実現したことだな。スペック V ならではのシステムとかはないの？ターボチャージャーの下級圧を一時的に拡大する、ハイギアードブーストがあるな。これはスイッチオーカ後に約80秒間作動し、トルクが 62.0kgm まで向上する加速専用モードとでも言っておくぜ。ちなみに販売価格は1575万円だ。GTR のラインナップ拡大が行われたのね。2009年10月登場の2010年モデルでは、ベース車にスペック V 用の冷却ダクト付きリアディフューザーが搭載されるなどの小規模マイナーチェンジが行われ、2010年10月には初となるビッグマイナーチェンジが行われた2011年モデルが世に送り出されたんだ。GTR の大幅進化第一弾ってことか。うむ。
馬力はプラス 45PS となる 530PS、トルクはプラス 2.5kgm の 62.5kgm へとパワーアップしたほか、サスペンションの再セッティングやアルミホイールの変更、フロントブレーキローターの拡大など車両全体において改良が行われたんだぜ。ついに500馬力オーバーになったのね。2011年11月にはエンジン内部が改良された結果 550PS 64.5kgm へとパワーアップした2012年モデルが登場。2012年11月には高回転域での伸びの良さと力強さが向上した2013年モデルが登場したんだ。本当に凄まじい勢いで進化を続けるわね。日産が GTR にどれだけ力を入れているのかがよくわかるわ。2013年11月にはこれまで開発に携わってきた水野氏が引退し、新たにバトンを受け継いだ田村氏による初モデルとなった2014年モデルの登場だ。見た目の変更はわずかだけど、あるモデルが初登場するんだぜ。もしかして GTR ニスモじゃない？正解だ。ニスモには専用ターボが装着され 600PS 66.5kgm という高スペックに加え、専用チューニングのサスペンションやエアロパーツなどが装着されることになったんだ。そしてこれ以降、ベース車の GT とレーシーナ R という2つのモデル展開が行われるんだぜ。なるほどね。GT カーとして GTR に乗りたいユーザーもいれば、走りを追求するために GTR に乗りたいユーザーもいるから、コンセプトを分けることでメーカー側もニーズを絞ったモデルに仕上げられるってことね。2014年11月には騒音性と快適性をより高いレベルで両立させた2015年モデルが登場したんだけど、その1年後に2016年モデルが登場することはなかったんだ。毎年アップデートしていくという伝統が打ち破られたのね。でも一体どうして？2回目の大幅改良となる2017年モデルを2016年5月に登場させるためだ。この改良により 570PS 65.0kgm というスペックを手に入れたほか、冷却性能と空力性能向上の両立を求めて外観が変更されたり、内装のインパネ形状が刷新されたんだぜ。ニスモに大きな変更はなかったの？ああ、ニスモのビッグマイナーチェンジは2019年4月に登場した2020年モデルの時なんだ。エンジンスペックに変更はないものの、新型ターボチャージャーの採用や6速 DCT の制御見直し、カーボンセラミックブレーキの採用や軽量化と剛性アップのためにルーフやボンネットなどがカーボン製に変更されたんだ。デビューしてからほぼ毎年改良され続けているから、かなり完成形に近づいているんじゃない？そうなんだ。実際2021年モデルは登場していないし、2022年モデルもニスモのスペシャルエディションが登場しただけだったからな。そして現行型は2023年3月に登場した2024年モデルになるな。GTR の歴史をたっぷり知れてよかったわ。ここからはいよいよ GTR の詳細を教えてくれるのね。ああ、まずは外観の特徴からだ。ねえマリサ、GTR の特徴といえば4連のテールランプよね。R34 の後継モデルではないと言っておきながら、R34 のようなテールランプが引き継がれているのはどうしてなのかしら。GTR の外観デザインは日産社内で行われた公募によって決められたからだろうな。ちなみにこの公募に応募したのは世界中に点在している日産のデザイナー約80人なんだ。GTR と名付けるからには、R34 の一部分だけでもなんとかして引き継ぎたいというデザイナーの思いが形になったってことね。その他の外観デザインに関しては GTR の軌跡で紹介した通り、2017年モデルから大幅に変更されて現在に至っているんだ。現行型の2024年モデルでは外観の変更点はあったの？ああ、空気抵抗を増加させずにダウンフォース増加を図るため、フロントとリアのバンパーやリアウィングが新デザインとなったほか、新車外騒音規制に対応するため新構造となったマフラーが搭載されているんだ。内装にはどんな特徴があるの？まず目に留まるのはメーター類だな。左端から 340km までのスピードメーター、タコメーター、ギア数表示とヒューエルメーター、水温計が装備されているんだ。GTR らしい機能もあるの？コックピット中央にある8インチのディスプレイに、エンジン、ミッションユオン、左右、前後 G、トルク配分、ステアリング角度、ブースト圧、燃料噴射量など、同時に6つの情報が表示できるのは GTR らしい機能と言えるな。コックピット周り以外の特徴はないのかしら？例えばシートカラーだ。ブラックの本革やレカロシートをはじめ、ライトグレー、レッド、オレンジなどのカラーを選ぶことができたり、Bose 製の11スピーカーオーディオシステムを搭載していることなどだ。きっとまだまだ紹介したいものがあると思うけど、そろそろ GTR に搭載されているエンジンについてじっくり解説してほしいな。おう、それじゃあここからは日産の最強エンジンである VR38DETT について解説していくぜ。その前に一つだけ質問させてよ。歴代スカイライン GTR には直6エンジンが搭載されていたのに、どうして GTR には V6 エンジンが選ばれたの？一言で言うと、速さ、のためだ。GTR が世界で戦える車になるためには 60kgm 以上の最大トルクが必要であること、そしてフロントミッドシップを実現するためにも必要だと開発陣が考えたからさ。GTR は直6じゃなきゃいけないという過去の伝統にとらわれるのではなく、速さのために新しい道を切り開く必要があったというわけね。また3799cc という排気量に決まったのも、合理的に高い性能を引き出せるからなんだ。
V6 エンジンが選ばれた理由はわかったけど、直六から V6 への方向転換ってそんな簡単にできるものなの？いや、当時の日産は人的資源が乏しく社外に業務委託するしかなかったようで、最終的にコスワースが開発を担当したと言われているんだ。コスワースってそんなにすごい会社なの？コスワースはイギリスの自動車エンジニアリング会社で F1 用エンジンの開発で成功を収めて以降、フォード、メルセデス、スバル、ホンダなどのメーカーにもエンジンを提供しているんだぜ。そうすると最初の開発は外部に委託したけど、後から日産が独自に改良を重ねて今のエンジンがあるってことね。ああ、ちなみに GTR に搭載されている VR38DETT とは、V 型エンジンの、GTR 専用の、R、排気量が 3800cc の、38、BOHC の、B、電子制御の、E、ツインターボの、TT、を意味しているんだぜ。参考情報をありがとう。エンジンの概要が分かったところで、どんな点がすごいのかいくつか教えてもらえるかしら。まずはシリンダーブロックだ。おっと、いきなり難しい用語が出てきた。まあエンジンの話になると専門用語が出てくるのは当たり前だから驚きはしないけど、できるだけ簡単に教えてくれると助かるわ。シリンダーブロックとはエンジンのパワーを支える骨格とも言える重要なパーツで、大量生産に向くオープンデッキと、剛性を確保しやすいクローズドデッキという二つの構造があるんだ。GTR のエンジンはハイパワーだからクローズドデッキ構造になっているのね。その通りだ。また R34 までは鋳鉄製だったシリンダーブロックを、アルミニウム鋳造製に変更したのも特徴だな。そうすることで軽量化にも貢献しているんだ。軽量化は大切だけど、強度面では問題ないの？アルミだけではピストンの上下運動によって生じる摩擦や熱に耐えられないから、通常は鋳鉄製のシリンダーライナーという筒状の部品を使い、その内部でピストンを動かすんだ。でも GTR の場合、通常通りのパーツを使うわけにはいかないよね。そこで登場するのがミラーボアコーティングという日産の技術だ。これは鋳鉄製シリンダーライナーを挿入する代わりに、溶かした鉄をシリンダーボア内部に吹き付ける技術なんだぜ。鉄の膜を作って代用するってことね。ああ、そうすることでピストンが動く際の抵抗を減らすことができるんだ。また鉄の膜はシリンダーライナーよりもはるかに薄いから 2.8kg もの軽量化につながったし、エンジンの冷却性能向上にも貢献しているんだ。次のこだわりポイントは何かしら？二つ目のポイントはエンジンオイルの循環方式だ。確か一般車の場合、オイルパンに溜まっているオイルをポンプで組み上げて循環させているんだよね。それがいわゆるウェットサンプ方式と呼ばれるものだ。しかしこの方式の場合、車に強い G がかかったり大きく傾いたりした場合、ポンプがオイルを吸い込めなかったり、空気を吸い込んでしまう弱点があるんだ。GTR には不向きな方式ってことか。そこで登場するのがドライサンプ方式だ。これはオイルパンを設置する他にオイルタンクを別に設置し、そのオイルタンクからポンプを吸い上げてエンジンに供給する仕組みなんだ。専用のタンクがあるからどんな状況でもオイルを安定して吸い込めるし、そうすることでハードな走行をしてもエンジンの性能を保てるってわけか。ただし複雑な構造でメンテナンスも必要だから、市販車に採用されることはあまりないんだな。それじゃあ GTR はどっちの方式を採用しているの？両方のいいとこ取りであるセミドライサンプ方式だ。これはオイルパンの代わりにオイルタンクを採用し、オイル回収用のポンプも備えているため、強い横 G が発生しても安定してオイルを供給できるんだ。ドライサンプほど複雑ではないから、なんとか市販化にも対応できるって感じね。このように GTR のエンジンは普通のエンジンとは比べ物にならないほど、こだわって作られているんだぜ。こだわりはよくわかったけど、こんな複雑な作業をすべて機械が担当していると考えると、技術の進歩には感心するわ。おいおい霊夢、勘違いしないでくれ。GTR のエンジンはすべて、人の手によって組み立てられているんだぜ。それも13万人以上いる日産社員の中でも、たった5人程度しかいない、匠、と呼ばれるプロフェッショナルの手によってな。匠によるエンジン作りの話も興味深いわね。でも5人くらいの職人しか作れないなんて、こだわりが強すぎるわ。一体どうしてそんなに少数精鋭になっているの？答えは、最高の性能をばらつきなくユーザーに届けるためだ。例えばエンジン内にある給排気バルブの不具合を回避するためにバルブクリアランスという隙間があるんだが、わずか 0.01 メートルの単位で生じるわずかな歪みを調整することが必要なんだ。そんなに細かい調整は人間の感覚でしかできないだろうし、それをこなしてしまう匠は神業の持ち主だわ。どんな工程でエンジンが作られていくのかしら？専用のシリンダ、ブロック、ヘッド、ピストン、コンロッド、クランクシャフト、カムシャフト、タイミングチェーンなどのエンジンパーツ類が、クリーンルームに取り込まれるところから始まるんだ。エンジンを組み立てる専用の部屋があるの？ああ、学校の教室くらいの広さで室内の気温は23度前後、湿度は 70%、室内気圧は 1.03 に設定してあり、作業着には静電気防止加工が施されているんだ。温度管理や埃対策もバッチリってことね。各部品がクリーンルーム内に取り込まれた後は、シリンダ、ブロックの組み立て、続いてシリンダ、ヘッドが、そしてベアエンジンの組み立てが行われるんだぜ。組み立て作業は一人の匠が行うの？そうだ。
エンジン1機に対して1人の匠が一貫して作業し、3時間半かけて仕上げるんだ。だから匠全員がフル稼働しても1日平均で8台のエンジンしか作れないみたいだな。無事に組み立てられたエンジンはどうなるの？駅間に、ターボユニット、スロットルチャンバーなどの取り付けを行って完成だ。でもこれで終わりではないんだぜ。次は何をするわけ？性能テストだ。しかも特定のエンジンだけを抜き打ち検査的に試すのではなく、すべてのエンジンのテストを行う徹底ぶりだ。ちなみにポルシェやフェラーリなどのスーパーカーでもそこまでは行ってないみたいだな。そこまで徹底しているのね。それで性能テストってのはどんな内容なの？はじめに 4400rpm で30分間の鳴らし運転が行われ、次にアイドリングから徐々にフルスロットルへ進むんだ。え、鳴らし運転でいきなり全開まで回しちゃっていいわけ？実はこれがレースエンジン直伝の鳴らし運転スタイルなんだ。そしてこのテストで音、振動、オイル漏れなどのチェックも行われ、職人の手によってエンジンに、匠エンブレム、が貼り付けられるんだ。そのエンブレムには製造を担当した匠の名前が刻まれているんだよね。ああ。そして完成したエンジンは横浜工場から、車体組み立てラインがある栃木工場へ運ばれるんだ。徹底したテストを行い最高馬力を安定して出せることが保証されたエンジンのみが出荷されるってわけか。ちなみにこの1回のテストで使用されるガソリンは49リットルなんだぜ。ねえマリサ、海外の一流スーパーカーメーカーでもやらないようなテストや、ハンドメイドによるエンジン製造を続ける理由は何かな？そりゃもちろん、国内最強スペックのエンジンを作るためだ。これは開発当初からの目標でもあるんだぜ。答えは至ってシンプルだったわ。ミサイ、当初の目標出力は 420PS だったけど、将来的には 600PS まで対応できるようにしたいという思いがあり、2024年モデルでは 570PS を達成、ニスモモデルでは 600PS を達成し、誰もが認める国内最強スペックのエンジンになったんだからな。技術の日産と言われるゆえんはここにあるのね。そしてこれだけすごいエンジンだから世界中のチューナーから人気なのね。ああ、ある情報によると 800PS 程度までならタービン交換やブーストアップだけで対応できるようだし、エンジン本体に手を入れることで 1000PS オーバーまで実現するんだから、チューニングの違いがあるみたいだぜ。これも匠によるエンジン製造の技術力の高さがあるからこそね。もう一つ知りたいのは高性能エンジンを支えるプラットフォームについてよ。その辺ももちろんこだわり抜かれているんでしょ。ああ、プラットフォームのコンセプトは、いかなる環境においても安定して高速で走行できる、究極のフラットライドスポーツを実現することだ。そのために世界初の独立型トランスアクスルを採用した、プレミアムミッドシップパッケージを採用したんだぜ。冒頭でチラッと言っていたあれね。どんな特徴があるの？エンジンを車両前方に、クラッチ、トランスミッション、四輪駆動システムを車両後方に配置した世界初のトランスアクスルパッケージングなんだ。そしてこれを実現するために通常の車両開発手順とは全く逆の手順が採用されたんだぜ。どういうこと？リアのトランスアクスルが最初に設定され、次にリア、フロントタイヤのグリップ荷重が導き出され、最後に V6 ツインターボエンジンが車両の重量バランスに配慮しながら決められたんだ。なんか注目できるパーツはあるかしら？ああ、一例として GTR のために開発、生産されているデュアルクラッチ式トランスミッションを挙げるぜ。このトランスミッションを作っているのは愛知機械工業で、エンジン同様に特別な生産工程を経ているんだ。やっぱりクリーンルーム的な建物が用意されているの？そうだ。超高性能なエンジンパワーを受け止めながら、正確な動作と耐久性を確保、さらにドライブフィールにつながる剛性感が求められているからな。そのため工場内にある2つのクリーンルームで製作されているんだ。ここでも興味深い話が聞けそうだわ。1つ目のクリーンルームでは、変速機構の主要部が組み立てられるんだ。例えば各シャフトに6セットのギアを圧入したり、デフブと合体させてトランスミッションオイルを注入するなどだ。もちろん GTR 専門の職人が作業するんだぜ。組み立てられたトランスミッションは2つ目のクリーンルームに行くのね。ああ、そこではデュアルクラッチ、前輪駆動用 ETS、制御油圧機構が組み合わされ、トランスアクスルが完成するんだ。トランスミッションもエンジン同様に完成品全部のテストを行うのかしら？そうだ。具体的には音や振動、加速での作動油圧、クラッチクリアランスなど75ものチェック項目があり、検査を終えた後に栃木工場でサスペンションやブレーキとともにサブフレームに合体されるんだ。もしかしてこの合体作業も手作業なの？ああ、ボディパネルの接合箇所は数百もあり、接合の誤差が 0.1 ミリメートル発生しただけでも走りに影響を及ぼすんだ。だからロボット溶接を終えた後に、匠が細部を手作業で溶接しているんだぜ。最後に人の手を経ることで、より一層高精度に仕上げられるのね。溶接が終了した後はボディの過信検査が行われ、エンジンとトランスミッションが合体され、GTR が誕生するんだ。こうしてようやくディーラーへ出荷されるってことか。いやいや、これで終わりではないぜ。通常の完成検査に合格した後、最後に待っているのは最終調整だ。これを担当するのはセットアップドライバーと呼ばれるスペシャリストたちなんだ。ここでも匠によるテストが行われるのね。どんなテスト内容なの？
ブレーキ、トランスミッション、サスペンション等のさらなる調整をするために最大で約 150km のテスト走行が行われるんだ。その後再びホイールアライメントのチェックやエンジンオイル交換が行われ、最後の仕上げとして手作業でエンブレムが貼られて完成だぜ。こうして GTR1 台が完成するまでに、各分野の匠の手作業を経ているなんて全く知らなかったわ。正真正銘、世界に誇れるヤバすぎるスーパーカーってわけね。そんな GTR の販売台数は年間でどれくらいだと思う？毎月の生産台数を考えると、年間だと多くても1000台くらいじゃない。そうなんだ。GTR は毎年800から1000台程度販売されており、月平均に換算すると70から80台くらいがコンスタントに販売されているんだぜ。スペシャルな GTR オーナーはどんな評価をしているの？硬いボディによく動く足が組み込まれていて、嫌な振動はほぼない。あまりにもオーバースペックのため、フルパワーを使うことができるのはサーキットだけ。燃費はそんなに悪くない。街中では7くらい、高速では10くらい、という声があったな。またエンジンへの評判としては、技術の日産を象徴するエンジン。VR38 が素晴らしいエンジンなのは事実だけど、RB26 も素晴らしい。手のかけようが半端ない、というものがあったぜ。オーナーたちも GTR が最強であることを確信しているみたいね。最後に知りたい情報は新車価格と中古車価格よ。まずは新車価格からだ。2024年モデルのベースグレードは1375万円から、ニスモモデルは2865万円からになっているな。デビュー当時からはだいぶ価格が上がってるけど、匠の手作業によって作られていることを考えると、十分お手頃な価格と言えるわね。一方の中古車は280台あり、価格も550万から6350万円とかなり幅広く、ニスモモデルは2000万円以上で取引されているのが多かったぜ。中古車でも金額的に購入するのはかなりハードルが高いけど、GTR のこだわりをたっぷり聞けたからそれで満足するわ。この動画では日産最強のエンジンを積んだ GTR について解説してきたけど、世界に誇れるスーパーカーだという確信が強まっただろ。もちろんよ。匠と言われる超一流の職人たちが持つ技術があるからこそ、最強の GTR が存在していることがよくわかったわ。またどのパーツにおいても組み立て後に、全数検査が行われていることもびっくりだよな。生産効率よりも質も重視しているってことよね。これからもさらなる進化を遂げて、世界に誇れる日産のスーパーカーであり続けてほしいわ。それじゃあ今回の動画はここまでだ。もしよかったら、みんなの熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。